どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、私のかつていた戦隊駐屯地の退職堂に来ました。かつて私が食ったり作ったり、ちょっとフライを生で揚げちゃったからもう一発パン粉つけて超でかいフライ作っちゃったり、あの思い出の、今はね隊員さん作ってないですけどね、プロがね作ってますけどね、かつて私の自衛隊人生のもりもり食べさせていただいた退職堂に行ってみましょう。今日はねどんなものが食えるのか、マジで20年ぶりぐらいなんでね、とっても楽しみでございます。カメラマン本日はですね、ありがとうございます。班長ありがとうございます。私の後期教育、そして一中隊の大先輩、あの鬼班長の渋谷理想、カメラマンありがとうございます。お怒ってるんですか？何も怒ってるよ俺に。ありがとうございます。カメラマンよろしくお願いいたします。いやここで終わりだからね俺は。求めるのってね。俺ここで帰るよ。あ、帰るですか。あ、時間あれですもんね。終わりました班長、ありがとうございます。隊員食だ食だ、お湯出た。前はお湯出なかった。新しいでございます。本日は明日イーグルス丼で、今日は秋田のうどんですよ。毎日最高じゃないですか。はい、やってまいりました、秋田うどん、稲庭うどんです。この広さ、仙台駐屯地の巨大さ、そして東北を代表する、いただきましょう。ドン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 、本日はこんな感じです。秋田の稲庭うどんだそうです。肉道、一味唐辛子、そしてたっぷりの山菜、揚げ玉に、もう最高です。でね、麺の感じで、追い米、かぼちゃとヨーグルト、なんだろうこれね。で、あと胃が、いや豪華よこれは、豪華でございます。それではいただきましょう。こちらはですね、じゃあもう早速こちら焼きましょう。こちらね、うどんが、あ、いいですよこれ。最高でございますよ。最高。すごい独特のツルツルです。え、稲庭ってこうでしたっけ？なるほど。透明、ちょっとなんか長方形のようなね、独特な。あれ仙台、私が作ってたのよりも5倍うまい。時代は進んでいる。もちもちね、つるつる、超つるつる、山菜コリコリ、ネギの香りと、これがね、焼かれてんじゃない、なんだろう、焼いてんのかな、なんだろう、すごいプリンとして茹でてんのか、にしてもちょっと一回醤油で甘く煮てんのかな、甘い醤油、すっ
げえボリュームとうまさ。これはいいよ。うん、これは絶対当たり火にしても明日もイングルス丼ですか。これはすごいレンチャンがありますよ。あ、超うまい。出汁も効いてる。イカ大根、イカ大根マヨ、これも夜、うん、おつまみにも。会員さんは思っている。これは夜も食べたい。大根ポン酢のイカです。大根ポン酢マヨ、これも家でやりたいぐらい、うん、さっぱりしてる。マヨとポン酢大根最高。うん、なんかあんかけみたいなね、グリーンピースあんかけみたいな。うん、甘く煮られていて、あんはだしのあっさりめでございます。グリーンピースうまい。素晴らしき、素晴らしき、うまよ、おろし、うん、最高の組み合わせ、うん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 、肉も入ってるし。売ってほしい、本当に。売ってて優秀なレベルです。なめこと山菜、えのき、これで米、これで米、そうだね。私が食堂を作っていたら、こんなに美味しく作れたかはわからない。すごい、うまい。これはかなり上位に入るほど美味しい中豚食堂です。鶏肉がうまい。ということで、仙台駐屯地、いやめちゃくちゃうまかったですよ。あの、何回もですけど、私のいた時代の私が作ってた時より、もうよりあの具とか、ね、あの鶏肉が一回ね、甘く茹でられてましたよ。あの肉もね、プリンプリンだし、皮もプリンプリンだし、うどんがツルツル、あの、あれが稲庭って言うんですか、しこもあり、しこじゃねえ、腰もありつつのツルツルのね、すげえうまかった。しこってる、しこってる。
山菜もねめちゃくちゃうまかった。いろいろ入ってて、いや久しぶりの隊員食堂で、当時私がいたところよりちょっと移転してね、場所は違うんですけどね、より綺麗になってより美味しいうどん、そして明日はイーグルス丼ですから、ね、これはもうすごい連チャンが続きますよ。チャンスがあれば食べてみてください。隊員食堂結構私の中でね上位に来るほど美味しいうどんでございました。ということで久しぶり20年ぶりの仙台駐屯地隊員食堂うまかったでございます。またぜひ来たいと思いました。本日はこれまで。それじゃまた。ありがとうございました。